ではすまん、頼んだぞ。はい、キビトさん、お願いがあるんですが、この服変えてもらえませんか。お父さんと同じ服にしてほしいんです。ぜひお父さんの道着で戦いたい。なるほど、お安い御用だ。色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったな。山吹色ですけど。うん、バッチリ、ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王深海で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ。さよなら。二人の海王神様にもよろしく。よし、行くか。参ったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。来たご飯、限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯なのか。以前とは木の種類が違う。あ、甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。僕たちがみんなだよ。おいしかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや、違う。感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。
残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろ、ご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それより、ドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまっては、ドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。なに、ほんとだ。デンデのところに向かいましょう。